こんにちは。それはトレンドベルちゃんと梅ちゃんです。ようこそ。じゃあ今日はメキシコ料理教室やったー。もう本物のメキシコ人が教えてくれるメキシコ料理で、だからもう日本でしか手に入らないものでメキシコ料理作ろう。そうだよね。今日はね、今日はワカモレです。ワカモレ、材料お願いします。材料ね、材料の紹介。はい、オッケー。メキシコ産ライム、これメキシコで、うん、レモンっていう、レモン、アボカド、アボカド、トマト、トマト、玉ねぎ、玉ねぎ。本当はねチリなんだけど、うん、まあ日本にはないから、あんまりないから。じゃあピーマン、今ピーマンね、パクチー、パクチー、あと塩、塩っていうことで始めようかな。じゃあまずね、うん、私1個やるから、ヨヘは2個目やってね、うん、おお、真ん中すごい強い。そしたら、おおすごい、いきます。これこっち曲がってない？すげえ。ここにね、うん、まあ大体、うん、大体でいいからね、まあ大体でいいからね、よし、で、くるっと、こんな感じで、で、まあ、玉ねぎカットね、うん、この2個、あ、これで、これだけ入れます。え、これもね、うん、このぐらいです。そしたらこれもちっちゃくね、でね、はい、おお。そしたら、こんな感じで、あ、フォークで潰しながら、そう、潰す。その間ね、私はパクチー、また緑ですか、どう、このぐらいちっちゃく切ります。緑なんだ、超緑、うん、で、トマトね、トマトは半分だけ、おお、あ、すごいすごいすごい、いいね。今回はさ、混ぜるだけ、混ぜるだけ、うん、今回は混ぜるだけ、うんうんうん、潰さない。で、最後に、お、怖い、あい、すいませんよ、近い、アボカドはね、すぐ食べないと、うん、なんでダメになっちゃう、ダメになっちゃうから、そのためにレモン、レモン入れるとライム、ちょっとね、なんかこのピッピッピッで OK。 え、そんだけのためにこれ半分に切られたの？そうだよ。これまた他の方法で食べるからね。まあ最後に塩、はい、少しだけね。まあそれお好みなんで、好きな。OK。まあていうことで完成。食べていい？まだ。食べていい？まだ。食べていい？ダメ。ダメ。ダメ。どうですか？めっちゃ甘い。甘い、うん、でね、今これね、スーパー、イオンで売ってる、うん、ナチョス、うまい、うまっ、チーズなんだ、カッテージチーズ、チーズ入れるとどんな味がする、いい、うん、おいしい、おいしいでしょ。いや、これマジね、やばいよ、めっちゃうまいよ。それね、ちょこっとね、これはメキシコではないじゃん、ないないない、あーちょっとかっちゃう、醤油ワカモーレ、なんか悪くはないけど、あー違う、なんか味がちょっとおかしいなって感じ。いや、めっちゃうまっ、めっちゃうまい、うん、ということで食べたいと思ったり食べたいと思ったらチャンネル登録と高評価お願いします。お願いします。じゃあコメント忘れないでください。アディオスアミゴー、アディオス、うまい、これはうまい。